ピエール・メスメルは、フランスの政治家。ドゴール派に属した。第二代軍事大臣、ジョルジュ・ポンピドゥ政権で、第五代フランス首相を務めた。1916年3月20日に、セーヌ県バンセンヌに誕生する。1871年に、自らの貴族をフランスに選んだ、アルザスの家系である。フランス海外医療学校、フランス国立東洋言語文化研究所を経て、 パリ大学を卒業した。植民地で公務員上級職として勤務していたが、祖国がナチスドイツに降伏すると1940年7月、シャルルド・ゴールに交往して自由フランスに参加する。北アフリカ戦線でビル・ハケームの戦いに従軍している。戦後は植民地行政に戻り、第一次インドシナ戦争では身柄を拘束されたりした。1950年代には、 アフリカで勤務した。1956年帰国し、ガストン・ド・フェール海外領土省のもとで勤務した。1959年に大統領となったド・ゴールのもとで陸軍大臣に就任する。同時にド・ゴール派に参加し、1968年にもゼル県から立候補して国民議会議員となった。メスメルはゴーリストの中でも右派に所属し、 ジャック・シャバンデルマス首相の提唱した新社会計画を批判した。1971年に海外領土省となり、同年にサールブール市長となった。翌1972年にポンピル大統領とシャバンデルマス首相の対立の結果、シャバンデルマスが辞任し、公認の首相に就任する。ゴーリスト政党派のメスメルは厳粛かつ控えめな。 秩序を重んじる人間であり、ポンピル大統領の忠実な注意として振る舞った。ポンピル大統領が病気がちであったため、大統領権限にも代行することがあった。1974年にポンピルが死去すると、周囲が公認の大統領選挙への立候補を進める中、これを春挙して首相を辞した。2007年に91歳で死去した。 作家のモーリス・ドリオンが入閣し、文化大臣を務めている。ありがとうございます。